A 大リーグのプレイオフは10日日本時間11日、ア・リーグの地区シリーズ5回戦制第3戦が行われ、レンジャーズが2回までに6点を奪った。今季101勝を挙げ、ア・リーグ東地区で優勝したオリオールズは、第1シードでプレイオフに進んだが、第5シードのレンジャーズに2敗を喫し、崖っぷちに立たされている。なお、藤浪晋太郎投手は地区シリーズの26人の登録ロースターから外れている。うわぁ。終わりました。あはは。終わった終わったよ終わった。マジか。とどめのスリーラン。強すぎやろ。最強伝説が。マリナーズにボコボコされたレンジャーズはどこへ？スイープだなこや。レギュラーシーズンで非スイープがなかったオリオールズが。テキサス打線さすがや。これで、ア・リーグはテキサス州シリーズ確定か。藤浪の PS 終わってしまった。ア・リーグ東0勝7敗。もう終わりだよこの地区。レベルの高いア・東最強神は崩壊してるやん。レンジャーズ一時は首位からポストシーズン脱落まで落ちかけたけど終盤から調子いいな。地区優勝ってなんやろなって感じ。レイズとオリオールズは頑張りすぎた。予選番長のア・東地区。去年と同じで今晩には西地区から1勝も上げられずに敗退するのか。レベルの高いア東さんポストシーズン0勝7敗かよ。オリオールズはラッチマン加入後から非スイープなかったのになんでや。藤が先発してホームラン打つしかないで、貧だすぎるぞ。レンドンさんが言う通りレギュラーシーズン長すぎるんやろ。疲弊してるやん。結局藤波が出る機会はなさそうやな残念。せめて再契約はしてくれたらええんやが。オリオールズは今年はしゃあない。プレイオフ独特の難しさを経験する年や。来年万全の藤波とここに戻ってきてくれ。やっぱりさ藤波ロスター入れないからよ。この方大舞台に強いだろうしゲームの雰囲気を変えられる稀有なタレント持ってるからさ。藤波の思い出登板もなしかよ。マジでついてねえ。大量ビハインドで藤波が効いてくるのにな。藤波が転んでなければ